小隊長、私たちの未来、一年戦争として歴史に残る戦い、その最後に立ち会うことになるね。あの二重人格メガネの言う通りにするのは尺だけど、それが必要なことならね。シミュレーションといっても私たちの未来、それを見据えろ。おそらく直接言えないからそういう表現にしたんだろうけど、ユノ、正しい未来、変えてはならない未来、受け入れろ。レディ・ユノ、受け入れろ。お先輩、行きましょう。小隊長、私たちの未来、私たちで正しく成立させる。アバオアクーのエスフィールド側だよ。これが最後の戦いなのね。危険なガンダムだ。戦い慣れて見えぬか。こんなことを続ければ、そんなのこっちの勝手でしょ。他の生き方なんて知らないよ。シャアだって分かっているはずだ。倒すべき相手を。アムロ少尉も戻ってきた。いよいよね。宇宙世紀の歴史が動くよ。今の僕になら本当の敵を倒せるかもしれないはずだ。すみません、援護を。了解。一年にわたるこの戦争、終わらせましょう。私たちは今未来を見てるのね。ちょっと複雑だけど、しっかりね、小隊長。これ以上の侵入を許すな。沈め、いただき。そこだ。当たれ。行け。衝撃させる。行け。友軍もかなり入り込んでるね。他の艦艇から来たのか。援護していきましょう。隔壁が開いた。不平です。なぜ出てくる。小隊長さん、ジオンも必死だよ。こういう場所は警戒して。まだなのか。衝撃させ。連邦の連中を押し返せ。待たれ。そこ、ふっ、ぜひ惜しいな。当たってくれ。ここはもういい。他を助けてやってくれ。このまま行けばアバオアクーの核へ行ける。できるぞ。ライドは思ったよりペース。また失礼。今度はスケルググ。シャアの赤いやつに乗っていたな。ナランも一緒にいた。サクラ、シャアアズナブル大佐もここに。いえ、事実通りなら
この S フィールドから出撃するはずだよ。当然乗ってるのはグルググじゃないけどね。こいつらどんどん入ってくる。手間をかけたな、すまない。友軍から通信だよ。ジオンの新型が出たという話だ。モビルアーマーみたいなやつらしい。要塞内に入ったという報告もある。携帯を忘れなよ。了解しました。シャーカ、あれにやられるわけにはいかない。大型モビルスーツの要塞内への侵入を確認したよ。偉い人にもわからないモビルスーツ、いよいよね。クソ、まだか。中隊長、アナベルガトー隊員。かまずに言えた。ガトー隊員、凄腕なの？ソロモン決壊戦で連邦軍に大打撃を与えた演出中のエース、ソロモンの悪に私を阻もう。いい覚悟だ。アムロ将尉のところに行かせるわけにはいかない。小隊長、頑張って。当てる。捕らえた。まだか。バカ正直というのはまだなのか。このままではガラークが直撃させる。そこか。いけ。展開。捕らえた。私を振り回す身はまだ20。すごい強いんだけど、これ何ググ？普通にゲルググだけど、正確には一部のエースに支給された先行量産型。確かに、こんな強ググをアムロ少尉のところに行かせるわけには。武蔵しかもこの矢から見られると思うな。ガト、断じて引くわけにはいかん。一気に畳みかける。スティック、死に真似を。何が起こったのだ。気合だけでは勝てんが、行こう。直撃させる。タイ、地球をお戻りください。刹那エステイエス、ドローだ。未来を切り沈みました。バカ、ア
あのドロアが。すでに撤退命令が出ています。ここで生き恥を晒すわけにはいけません。総帥直属艦隊の司令から必ず隊員を収容するようにと。あと一息というところで。邪魔だ。まだか。沈め。なぜこの…いけ。さすがだな。馬鹿正直という。まだだ。このままでは終わらん。ガト隊員、もう時間だ。志半ばにして無念。アナベル・ガト隊員、強かったわね。後で士官学校の教本に載っちゃうくらいだしね。あれを見て。そこか。なら私を導いてくれ。落ちろ。ならばすんしゃ。彼らの最後の、そして始まりの戦い。そうか、この7年後アムロ少尉とシャー大佐はエウーゴで、そしてその後もね。とにかく僕を目指そう。回り込むしかないわね。小隊長、進みましょう。さっき二人が言ってたララアって誰？ララアスン少尉。フラナガン機関で育成されたニュータイプ。才能を見出したのはシャア大佐さん。その人もこのアバオアクーに？もういないよ。ガンダムが撃破された。まさかアムロ少尉が？避けようのない不幸な巡り合いだったのに、彼女を見出した大佐。分かり合った少尉。二人の運命に関わる。あいつ、今までの二人が話したのはダラアさんのことだと思う。こいつ！またれ！よし！このままでは。ザッと落ちる！邪魔だね。アバオアクーは落ちるよ。ギレンザル総帥は公式で発生し、さっきガトー大尉さんを回収した総帥直属艦隊みたいに撤退を始めてる部隊もあるし、地球連邦はこの戦争に勝つ。ソロモンの悪夢、そしてティターンズ、ガンダムの歴史が始まると言ってもいいかも。現実の私にとっては未来の方だから、なんとか複雑ね。これはシミュレーションだから、ユム姉さんの未来が必ずしも同じになるとは限らないけどね。この戦いの頃、私は小隊長はどこにいるのかしら。まさか。さすがだな。ザ・ゼイ。この程度。一駅に飛び込む。そこか。ここまで来て死ねるかよ。この先の各駅、アムロ少尉さんが戦ってる。小隊長、スイッチを押して見届けましょう。アムロ少尉。ユノさん、ホワイトベースのみんなは今のところ無事だけど、早く少尉さんが助けてあげないと。僕が？もう少しで私たちに勝てる。あとはシャアスナブル大佐を見せてもらおう。シャア、なぜララを巻き込んだ。ララは戦いをする人ではなかった。それが許せんというのなら間違いだ。何？戦争がなければララの入隊系の目覚めはなかった。それは理屈だ。しかし正しいものの見方だ。オールレンジ攻撃。当たり痛まる。そこだ。貴様は自分がいかに危険な人間か分かっていない。素直にニュータイプのありようを示しすぎた。
だから何だと言うんだ。人は流れに乗ればいい。だから貴様を殺す。本当の敵はザビテではないのか。私にとっては違うな。潰せ。もらった。また落ちろ。直撃。この私を捕らえるためな。見えている。体勢を回復する。アデリコしよう。この程度。まさによ。頼むぞ。お前の力は攻撃。どうということはない。落ちろ。オールレンジ攻撃だ。そこ落ちろ。まだだ。戦いだ。くだらぬザレ事に付き合うつもりはない。終わりはしない。そこだ。展開。もらった。これで決める。当たれ。何なの。頭の中に声みたいなものが。この私が焦っている。まさか。そこだ。体勢を回復する。私からの手向けだ。見えている。そこか。やるな。この私をこうも追い詰める敵とは。当たれ。展開。バカ。私が押されているだと。ちさあ。違うか。メインカメラをやられただけだ。シャアだって分かっているはずだ。本当に倒すべき相手が誰かということを。いるな。死ね。分かり合える、そんな気がした。